皆さんこんにちは、レック専任講師の海野です。はい、同じくレック専任講師の荒川修一です。それでは、今回は司法書士試験の10月から始める記述対策についてお話をしていきたいと思います。はい、それではなぜ、今この時期に記述対策が必要なんでしょうか。後ろをご覧になってみてください。今年平成31年度、2019年の記述問題、皆さん覚えてらっしゃるでしょうか。比較的難易度が低かったですよね。不動産登記法も商業登記法もそれほどハイレベルではなかったということです。実は基本ができていれば確実に回答できるレベルだったんです。こういったの基本的なレベルの問題に対しては、失点を抑えて確実に得点を積み重ねていきたい、それが皆さん方の今の課題ということなんです。それでは、このレベルの問題を確実に得点していくために一体何が皆さんにとって重要なんでしょうか。後ろをご覧になってみてください。それはですね、まずこのひな型です。ひな型をしっかりと皆さん、自分のものにして、そしてそのひな型を確実にした上で、解放手順を早いうちから確立していく、それが皆さん方にとって重要なことだと私たちは考えます。ひな型の基礎に解放手順を上乗せしていく、そして、確実な回答力を養っていく、それがこの10月から皆さん方に課された課題だとお考えください。そこで、この記述対策レックとしては、どういったことを皆さんにご提案するのか、この後荒川講師の方からお話をお願いしたいと思います。はい、それでは続きまして、私荒川の方から説明をしていきます。レックの記述対策ということで、毎年皆さんに当連模試を提供しているんですが、今年も同じように10月からの品質論点記述編、そして、実力養成編、ファイナル編、そして、公開模試というふうに入っていくんですが、まず今回、ポイントとしましてはこちらですね。私の方が2020年向け記述問題、全面的にこう監修するということで、今までも見ていなかったわけではないんですけれども、今回はもう少しこうがっつり問題、制作の方、監修として入っていますので、より皆さんにこう学習効果が高い問題を提供できるというふうに自負しております。またもう一つのポイントなんですけれども、こちらですね、記述強化編というところあるんですけれども、こちら今年少し内容を変えまして、レックの担当講師5名によるコラボレーション問題を皆さんに提供することにしております。ここでやはり教壇に立っている講師の目線から見て、どんな論点を皆さんに体験しておいていただきたいか、このあたりを中心に皆さんに確認いただけると思いますので、ぜひ楽しみにしておいてください。これが今年のレックの記述対策の、特徴ということになっていくかと思います。はい、ということでここからはレックが今年提供していくインプット講座について少し説明をさせていただきたいと思います。先ほど運の講師の方から、ひな型をしっかり覚えて、それを土台にして解放手順というお話だったかと思いますけれども、私の方ではこの解放手順に関するところよりも前、ひな型に関するところということで、1日30分ひな型コンプリート講座という講座を皆さんに提供していきたいと思います。なかなかひな型だけに時間を割いて学習をするというのは皆さん時間をね作っていく中ですごく難しいと思うんですけれども、ちょっとそこに今回はアプローチをしてみようということで、本当にひな型をしっかり覚えていくために、でもなるべく効率的に覚えていくために、どんな考え方だったり覚え方をしていけばいいか、このあたりを紹介していきたいと思いますので、ぜひ楽しみにしていてください。はい、それでは、もう一つインプット講座をご紹介します。この実践力パワーアップ講座記述編、こちらは実践力パワーアップ講座の、フルパッケージの中に含まれている講座なんですが、今回は、リニューアルして、赤松講師とそして、私とで全6回、不動産登記法で6回、商業登記法で6回の講義を、提供していきます。特に今回は、解放の手順をこの記述の鬼の、赤松講師が担当してくださいます。1回目から3回目を赤松講師が、そして、4回目から6回目を私の方で実際の問題を使いまして実況中継をしていこうということになっています。実際には私答案構成用紙は全く使わないタイプで、ありますので、そういった解放の手順並びに実況中継、こういったものを今この10月の時期からぜひですね皆さんに身につけていただいて、荒川講師のひな型の上に、
開放の手順を載せて、そして年明け以降実力養成討論で、万全な対策を取っていただくための準備としてもらいたいなと考えているところです。この実践力パワーアップ講座の記述編につきましては、実践力のフルパッケージを取っていらっしゃる方は含まれていますので、もうこちらを取る必要はございませんのでご注意ください。はい。ということで、秋から始まる討論についてご説明をさせていただきました。冒頭で説明した、記述式の方の品質論点記述編、そして択一式の方の必須論点択一編に関しては、第1回目が無料体験できるようになっています。この動画を見てご興味持たれた方はぜひお問い合わせいただいて、実際に体験してみていただければと思います。はい。レックでは記述式に限らずですね、択一式についてもたくさんの情報を皆さんにご提供、並びに講座のご提供もしております。興味をお持ちになられた方、ぜひレックの各本校もしくはレックのコールセンターにですね、お問い合わせをいただければと思います。一人でも多くの皆さん方と教室でお会いできることを楽しみにしております。それでは今回は司法書士試験の10月から始める記述対策についてお話をいたしました。ご清聴どうもありがとうございました。